はい、輪島市の中心部川井町からお伝えします。こちらの飲食店では先ほどまで6人ほどのボランティアの方が片付けなどの作業を手伝っていました。はい、みんなお願いします。何か人の役に立つことをしたいということで、前回珠洲の地震の時もボランティアに参加したんですけど、こんにちは、こんにちは、県内に住んでるんでね、その北大阪の地震があって、その時に、いろいろ助けもらってもらったりすることもあったんで、こう次につなげようじゃないですけど。輪島市では昨日からボランティアの受け入れが始まり、今日も県内外のおよそ40人が朝7時前に金沢市をバスで出発、およそ3時間かけ輪島市に到着しました。今日は市内中心部の川井町で被災した家屋のほか、飲食店などで瓦礫の撤去や掃除を手伝う予定だということで、午後2時ごろまで活動が続けられます。輪島市では明日もおよそ40人ほどでボランティア活動が行われます。以上、輪島市から中継でした。